石鹸がある。あ、石鹸じゃない、何石鹸石鹸何石鹸間違えすぎるよね。今日はヒータンいてない、ヒータンはいないです。カスミの声がするのでだってマスク見ても、え、だってすっぴんだしレス終わりだから髪ボサボサだしブサイクだもん。みんなありがとう。いちごいる、いちごいるよ。ボサボサすぎ。いちごもしれっと始めた。いちごに移ってって言ったらしれっと始めるって言って始めてた。ねえいちご。アイスレモンさんリップありがとう。アキーノさん誰もありがとう。これちょっともうギフト読むな。雨がひどくなって減るからここ。そんなに？どこ住みなのユーニャン。鹿児島とかやばかったよね確か。忘れちゃったもん、ごめんなさい。岡山か。わかんない。え、でも下から来てたよね、なんか、なんとか線みたいな。台風また右肘。何が、え、そう岡山、何の話。え、あの雨なんか雨の水上光線帯みたいな。ちょ、バカだからわかんない。岡山は全然違う話。あ、岡山だって、え、岡山なんだ。あ、出身、うん、出身のことは私は言ったの今。あ、そういうこと。そういうこと。たまたま流れてきて、そういうこと ね、 そうね。声だけ聞いてるとカスミと仲良さそうしない。じゃあ仲いい悪いわけじゃないもんね。あれはビジネス仲なの。そう、ビジネス仲ですよ。ない普通に話しますよ。戦場構成隊、そう、戦場構成隊レス終わり、そう、レス終わりです。そう、またま、まぎ、み、え、広島の街中にクマが出て急行に来た。え、知ってる。え、ってかさ、自分ちクマ出るんじゃん。うん、私住んどった辺もクマ出た。え、ちょっと待って、なんかさ、みんな田舎。え、そう、田舎すぎてなんかさ、回覧板みたいなのもあるのね。え、わかる。クマの目撃情報みたいな。そう、それに、そう、クマがいるので気をつけてくださいみたいな。響きの声がします。響きいません。響きいないよ。響きはいないよ。いちごとご飯行ってない。いちごはでもお腹空いてるらしい。私もお腹空いてる。クマやばい、クマやばいでしょ。猿も出るよ、ちなみに。え、猿出るよね。猿出るし、鹿出るし、イノシシ出るし、ウサギ出るし、めっちゃ出る。もうなんか生物いっぱい出る。何でも出るよ。野生動物いっぱい出ちゃう。うん、ヘビとかもいる。え、ヘビ出る。なんかタイヤの裏ひっくり返したらヘビ。マジで。動物好きな人は私の家来てください。動物に会えますよ。さっきみんななんかイノシシ出る。森住んでる。マジ森、本当に森。自分ち山だもん。私も山だった。なんかさ、リエチだけ来たことあるのね、家に。自分ちにで、そしたらリエチがなんかなんだっけ、家はいっぱいあるんだけど、なんかジブリみたい、周りが。ジブリやばい。でもマジで山なの。え、今日森山っていうか森、うん、マジで鹿もいるよね。鹿がなんか電車にぶつかって、なんか電車動かなくなって、自転車でこけると大けが。え、大けがだった。あんまり鹿は日常茶飯事。え、めっちゃわかるかも。え、でも鹿見たことないんだよ実は。なんかタヌキが死んでるのは見たことある。私登校中さ、学校登校中にカモシカに会ったよ。何カモシカって。鹿カモシカ、なんか鹿がもっともじゃもじゃしたみたいな。え、やだ。そう、え、自分クリボー会ったことある。クリボー、クリボー、うん、ウリボーな。ウリボー、クリボーマリオじゃん。ウリボー、イノシシの赤ちゃん。そう、イノシシの赤ちゃん会ったことある。ウリボーか。え、でもさ、ウリボーは可愛くない。可愛い、可愛いね。イノシシは嫌だけど。タヌキのカップルが抱き合ってる。え、タヌキなんかね、車に引かれて道路の真ん中に倒れてた。ユニアン、こんばんは。クリボーちょっと、ウニボーでした。こんばんは。奈良だ。あ、奈良だからし。あ、そういうことね。広島も鹿いるよ。あれに。どこだっけ。あ、そうそう、宮島。自分はセーフだった。宮島にいるよ。かすみも熊に出会ったら熊の置物のモノマネ対抗しよう。やだ。え、てかこの前見た、なんかさ、ニュースでさ、クマに襲われたっていうニュース見た。見た。やだ、怖いと思って。クマに会いたくない。私んとこ田舎すぎてさ、うん、なんか漁師の免許持ってる方とかがさ、近所読んのだから、クマ肉とか配られてくる。え、鹿肉じゃない、鹿肉じゃないや。
そう、あ、イノシシ肉とか、え、来るよね。そう、めっちゃイノシシ肉食べたことある。私は食べれんけど、え、それなんかちょっと野生の味するくない？獣肉、ね、野生の味牛の肉が私は一番大好きですね。タンおいしい。え、でもね、タンはね、え、タンって牛タンとトンタンどっち派？牛。マジ？タン。え、タンじゃない、トン。え、トン。トンじゃないよね。珍しいよね、絶対。タンもおいしい。珍しいね。どっちもおいしいよね。多分自分安上がりだよ、一緒に暮らしたら。タンはレモンで食べればいい。え、わかる？それの？いただく。いただく。レモンでいただくのが好き。そう、ジビエ肉。あ、ジビエ、え、ジビエって何？ジビエってコメント来てるよ、こっちに。ジビエがその野生動物のお肉の。あ、そういうこと？へぇ、ね、初めて知った。田舎トーク心地よい、やめてよ。お隣はユイナとやばい、ユウナとイチゴです。カスミンならワンチャンイノシシ倒せるんじゃない？無理だわ。殺されちゃう。イノシシね、怖いよね。え、そう、なんかさ、自分さ、帰る前に竹やぶがあるけさ、怖くて怖くていつも怯えながら帰ってる。マジ竹やぶ、本当にだって夜だもん、怖いもん。夜の竹やぶめっちゃ怖くて。なんか自分のね、聞いてください皆さん、かわいそうな話話す今から。なんかね、自分のさ、近所にめっちゃでっかい犬がいたの。その犬がイノシシと対峙して、で負けてめっちゃ傷ができてた。もうマジかわいそうと思って。でも勇敢だね、戦って。え、そう、偉いね。そう、竹やぶで出たらしい、その家の近所の竹やぶ。怖い。イノシシに会ったことないけど、私は。死ぬ、風吹くと音鳴る。え、どういうこと？竹やぶ通る、めっちゃ竹やぶ通る。だって竹だもん。あ、竹じゃない、森だもん。狩猟免許自分は持ってないけど、おじいちゃんは持ってました。でもおじいちゃんの方が田舎なんだよね。私3期1位田舎出身な気がする。マジ？いや、森の中ですよ。いちご見せたことあるけど。森の中。え、ちょ、誰かさ、え、ゆうな。あ、寝ちゃってる。ゆうな寝ちゃってる。同じぐらい。え、でも自分もゆいなと同じぐらい田舎の出身ある。マジで？え、なんか田舎っていうか、家はいっぱいあるんだけど、周りが森。ああ、みんなで。家はないし、森ばっか。あ、これポツンと一軒家系。そうかも、なんか集落って感じ、もう本当に。あ、でも集落かも、自分も。別人作戦大事。え、なんかさ、頑張ろう、乗り気を。じゃ勝負しよう、田舎勝負。もう帰るから。ね、帰んないでよ、15分。あと10分ぐらい多分。いや、5分ぐらいかな。やだ。なんですごい田舎出身だよ。いや、さっき田舎多いな。みんな田舎。ゆいたんぐらいじゃない、都会なの。ゆいたん、リエチ確かにリエチ。え、でもさ、ナーミョンもよね、愛知だもん。うん、え、てかさ、みんな三大都市わかる？わかるよ、もちろん。ひーちゃんに聞いてみて。絶対わかんない。ひーちゃんに聞いて。開始時刻、あと9、あと10分か。あ、間違えた、あと5分か。確かに。最寄りのコンビニまで歩いて30分。え、そうだよ。どう？最寄りのコンビニまで。20分ぐらいだ。1時間近く。やば。自分のじいちゃん家みたい。たちの田舎。え、もちろん福岡入ってるよね。三大都市。福岡はさ、なんか福岡の方は三大都市福岡入ってると思うんですけど、でも一般的には、あ、東京と名古屋と。そういうことです。多分だからひーちゃんは。わかんないですね、この質問。埼玉も、でもそうだよね、場所によるよね。うん、確かにな。え、なんだろうね。え、でも自分思う、なんか、ね、自分中途半端な田舎なのね。田舎よりの都会みたいな。マジで中途半端。田舎と、ザ田舎でもないし、ザ都会でもないみたいな。それが一番嫌だ。なんかさ、都会に住むなら都会でよかったしさ、田舎ならさ、田舎 JK エモかったじゃん。エモいじゃん、なんか通学路とか、そういうのが良かったな。自分変わった、山しかない。もう嫌、こんな世界嫌や。電車の時刻表はえ、待って、待って自分バスさ2時間に1本しか来ない。私の知ってるところね、1日に2本やば。え、待って、1日3本やばで、しかも6時半が最終。早くない？誰が帰る？6時半に。もう。ちょっとでも残業とかしたら帰れない。
1日2回しか止まらないバス停あるから。それなマジで本当に不便だ、ね、ちょっとさ増やしてほしいよねバスぐらい。電車とか1本乗り遅れると終わりやつ、ね、え、わかる、わかる。あ、でも電車なんか最寄りに行くまでがめっちゃ遠い、うん、最寄りまで30分かかる歩いて。ミョンミョン都会っ子じゃない多分。ミョンミョン都会っ子っしょ。ミョンミョンはね、シティ系だと。バス2時間に1本やばい。それな帰れないもん。自慢大会しない。お金がなくなっちゃう。地元は電車が廃線も大丈夫？確かに時刻表通りに来ない。え？わかる。30分とか遅れられるもん。やめてよ。駅がない街。あ、え？てかさこの前聞いてみんな。なんかね。あるある。何の日だっけ？チェキかな。チェキの日マジでめっちゃ疲れて眠かったの、うん、でそれで一回市電に乗って、うん、広島駅まで行ってそこから最寄りの駅まで帰ったのね、うん、帰ろうと思ったんよ、うん、でそうで一回なんか出発するまで10分ぐらいあったの、うん、だからスマホ見てたらいつの間にか寝とったんよ、で一旦パッて起きてそしたらまだ広島駅から2駅ぐらいしか進んでなかったんよ、うん、ああよかったと思って元の体制に戻ったらまた寝とったんよ、うん、いつの間にか本当に。そしたらもう家の最寄りからめっちゃ離れた、最悪じゃん。もうなんかもう本当にもうどこですかってぐらいのところにたどり着いて泣いた。ごめんなさい、泣いてはない、もう絶望を感じた、マジで。絶望だよそれは本当に。お兄ちゃん呼んだ。お兄ちゃん呼んだ。お兄ちゃん優しいよね。かえー、そう、お兄ちゃん、お兄ちゃん呼んでも絶対来ない。えでもお金取られるけどね。え、無料ではない。ちなみに無料ではない。え、いくら取られるの？コンビニで買ってとか。650円ぐらい。タクシー？タクシー、ガッタクシー。そう、中途半端。あなたの知らない世界。え、そう、私の知らない世界だった。何時間かかるかわからん。私の知らない世界についちゃった。なんかもうやばいんだけど。多分今日が一番ブサイクショールームしてきた中で。東京の秘境でもなんか山梨は八王子に近いけど。まあ、いいや。レス終わりだからみんな許してよ。山梨よりだよね。行ってくれたら行ったのに。え、迎え来てよ。ちょっと奈良からは遠いな。何時間かかる？待ってる間に。それな。埼玉は。それこの前のメールのエソを載せてたやつ。本当にやめてって感じ。一時間以下。そう、一駅歩くなんてもうできるわけないから。学校は自転車。え、学校はね自転車通学だったよ。でも毎日のようにこけて毎日のようにあざ作ってた。前多分自分自転車向いてないんだと思う。だろうないよ。この前のさ、この前自転車でこけたやつも壊れてさ、自転車が。自転車も使い物にならん？え、直しに行ったの29,000円ママに請求された。いやそれな、本当に。貧血でやってるんだから。かわいそう。え、広島都会でしょ。広島、え、なんかさ、かそう、自分ショールームしてるよ、してるよ。なんかさ、はい、と広島さ都会って言われるけど、場所によるよと。なんかえ、そう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 、本当にそう。え、ひーちゃん三大都市言ってみて。何三大？あ、日本の三大都市。東京、名古屋、大阪。おお、言えるんや。びっくりなんだけど。だってこの間話してたよね。確かに確かに思った今。でもこの前さ言ったったよね。この前ひーちゃん福岡って言ったよね。だからもう学んだから。そっか、忘れてるかと思ったわ。ひーちゃん学んだんです。浜田ひきやるやん。浜田ひきひき、いやーい、福岡捨てられたしね。大丈夫。福岡 いいとこだった。広島市内だね。あ、15分経った。じゃあ終わろうかな。終わります。壇上読むよ。マラシの時も音楽流してないよ。え、ゆうな幻聴聞こえてるやん。よ、大丈夫？音しないよ私。ないよ、ね、あ、ちょっと流したけど、ね、携帯でしか流してない。どうやって見るの？ね、どうやってランキング見るの？ランキングなんてないんだけど。あ、なかった。え、マーク2番。私調べた最寄りのさ、うん、その電車の駅まで2時間15分。やばっ。え、歩いて、歩いて。やばっ。本当に泣かない。ポツンと一軒家やんけ。そう、あります。あとで13位の方、浦部さんありがとうございます。12位の方、ゆういちくんありがとうございます。11位の方、誰か拾ってにゃさんありがとうございます。
10位の方、大地ありがとうございます。9位の方、ちゅうちゅうさんありがとうございます。8位の方、ヒロさんありがとうございます。7位の方、ムタフさんありがとうございます。6位の方、チョラペさんありがとうございます。5位の方、ピピンさんありがとうございます。4位の方、フリマルさんありがとうございます。3位の方、ドンさんありがとうございます。2位の方、タイムファイヤーさんありがとうございます。そして1位の方は、ユーニャン、ありがとう。ユーニャン、ユーニャン見に来てくれてるじゃん。見に来ないとか言ってたけど嬉しいよ、ありがとう。ずっと見に来てね。では3期は今日も賑やかです。3期はうるさいですね、多分。じゃあバイバイみんな、おやすみ。もう落ち着いて。バイバイ。